人生を一変させた出来事はありますか？なんかお金じゃないところの幸せ感っていうのがあるんだなみたいな、家族が一緒にこう幸せに笑顔で生きていけたら。どんな未来にしたいですか？まあ、その世界全体のですね、まあ、ヘルスケア質というのを向上させたいと。生き方を変えた原点、マイエピソードゼロと出会い、未来へと走り出した24人の挑戦者たち。目の前の人を大事にする、そしてそこから仕事を考えるっていうふうになった時に、まあ、地域にも目が向いていた。思いはただ一つ、未来を作る。北海道でやってる独立リーグを多種目にわたって作って、でそれをブルキナファソにも、まあ、つなげて。挫折することもある。それでも人と一緒に頑張って一緒に実現するっていう体験が人生の価値だって気がついて。挑むことを諦めない。環境に優しい養殖技術を途上国に普及させていきたいと。映画の歴史が140年あるように過去の恩恵の上にいると思うんですけど、何かつなげたらなっていうのは。24人の挑戦者たちの生き方の原点、マイエピソードゼロに迫る。